はい、ゆっチャンネルです。スリランカカレーの日のキャンペーンが始まりました。全国っていうほどはないんですけど、さまざまなスリランカカレーのお店が参加してくれています。そして今日はなんと東京のですね、西早稲田にあるアプサラさんです。アプサラさんに来ていますけども、なんとここにスリランカカレーの日があるじゃないですか。ということで3月5日はスリランカカレーの日、はい、キャンペーンがスタートしました。早速行ってみましょう。こんにちは。どうも、いらっしゃいませ。ジャンカさん、はい、久しぶりです。久しぶりです。ということでですね、はい、スリランカカレーの日の、はい、3月5日、3月5日、はい、トゥナパハですね。トゥナパハ、はい、キャンペーンが今日からスタートしました。はい、ジャンカさんの方でもイベントやりますね。やりますね、はい、そう、3月5日にアプサラさんで、はい、スペシャルなイベントをやりたいと思ってます。はい、当日はスペシャルなカレーを用意していただけるということで、3月5日、スリランカカレーの日、アプサラさんでイベントやりますんで、皆さんお待ちしております。はい、お願いします。はい、おい、ポークカレープロセスですね。ポークカレー、今日はブラックポークカレーですね。ペッパーを使ってるんですか。バナナリーフ包み。バナナリーフ包みを来ました。はい、僕は、はい、ケールとココナッツのメルン、ビーツカレー、ビーツカレー、豆カレー、パリップ、パリップ、インゲンのカレー、ボンチ、ボンチ、うん、ポルサンボル、ポルサンボル、でブラックポークカレー、ブラックポークカレー、でバスマティライスと、バスマティライスなんですね。バスマティライスです。はい、パパダンですね。パパダン。大体いつもこんなこれはプレート、そうですね、ワンプレートこういう感じですね。はい。はい、そしてこの辺は、はい、でバナナリーフ、バナナリーフ包みカレー。はい。アプサラさんでは結構名物的な。そうですね。ちょっと開けてみましょう。ご会長。これは蒸してるんですか。蒸してます、はい、もういい香りがしてきますよね、はい、これはどんな感じですか。今日はソヤミート入っていて、ココナッツサンブル、シーニサンブル、ココナッツサンブル、あとパイナップルカレー、パイナップルカレー、はい、あとカオピー、カオピー知ってるかな。カオピー豆ね、カオピー豆のカレーで、インゲンカレー、魚コロッケ、今日サバの魚コロッケですね。サバの魚コロッケ、ビーツカレー、ビーツカレー、パイナップルカレーあって、パリップ、パリップも入ってるんだ。で、タモコ、卵ね、ゆで卵と、あとケールのサラダで、スターにバスマティライスですね。バスマティライスね、はい、両方食べちゃおうかな。はい、どうぞ。好きなものから。パリップじゃないですか。はい、パリップチェックですよ。このパリップは両方一緒なの。同じですよ。一緒だけど、はい、でもこっちはちょっと同じけど、バナナリーフに入れるとなんか香りが違うんですよ。味が変わってきますよ。そうだね、バナナリーフの香りがしますよね。はい、こちらのパリップチェックから、うん、あったかい、結構優しい感じの、優しい感じですね、うんうん、マイルドなパリップですね、はい、あんまり汁っぽい感じじゃないんですね。そうです。じゃあ珍しいから、こうカウピーっていうのかな、カウピー豆、珍しいよね。スリランカではまあまあよく食べるけど、食べれますね、うん、豆っていう感じですけど、あとナスモージュも入ってますよ。嘘、どこ、池田です。ナスモージュも好きなんで、はい、あのちょっと甘い感じで、甘い感じで、チキンカレーとこっちはシーニサンボルですね。これはいろいろ入ってるんだね。いっぱい入ってます。10種類ぐらい入ってます。あ、これがシーニサンボルだよ。モルディブフィッシュ入ってて、はい、モルディブフィッシュが入りのシーニサンボル、甘辛い感じですね。で、これはチキン、チキンカレー、うん、熱々な感じで、肉も柔らかくていいね。本当にいろいろ入ってるわ。で、卵とライスはバスマティなんですね。パリップはでも基本一緒だけど、バナナリップの中に入ると味ちょっと変わってくるんですよ。あ、そうだね、はい、こっちの方はマイルドな感じだね、はい。ボーンチカレー、これも優しい感じじゃないですか、はい、これはケールのマルーンでしたね、はい、これはココナッツさらっと炒める、うん、そうです、ね、ブラックペッパーとかいろいろ入れてるんですね。そうです、ココナッツの甘みも、甘みも、私の好きなビーツ、これもビーツの甘みがあって、最後はポークを、スリランカのブラックポーク、こっちはいつもブラックポーク、はい、うん、うまい、これ、それはブラックポークか、ね、うん、やっぱりポークはブラックポークの方がいいな。これ好きです。混ぜ混ぜしていただいてみたいと思いますけど、はい、いただきます。はい、次よ、はい、いただきまして、ごちそうさまでした。アプサラさんで久しぶりにいただきましたけども、アプサラさんは現地に近い味の東京にあるスリランカレストランですね。ということで3月5日スリランカカレーの日のキャンペーンがスタートしましたんで、一緒にスリランカカレーを盛り上げていただきたいと思っております。ぜひ全国のスリランカカレーのお店に行ってみてください。もしくは作ってみてください。そして一緒にですね、 SNS でスリランカカレーをアップして、皆さん盛り上げていただきたいと思います。スリランカカレーを広めて、そしてスリランカを日本に広めてまいりましょう。
はい、ありがとうございました。はい。